ひどく寒い日でした。雪も降っており、すっかり暗くなり、もう夜、今年最後の夜でした。この寒さと暗闇の中、一人の哀れな少女が道を歩いておりました。頭に何もかぶらず、足に何も履いていません。家を出るときには靴を履いていました。ええ、確かに履いていたんです。でも靴は何の役にも立ちませんでした。それはとても大きな靴で、これまで少女のお母さんが履いていたものでした。大層大きい靴でした。かわいそうに、道を大急ぎで渡った時、少女はその靴をなくしてしまいました。2台の馬車が猛スピードで走ってきたからです。片方の靴はどこにも見つかりませんでした。もう片方はフロージュが見つけ、走ってそれを持って行ってしまいました。そのフロージュは、いつか自分に子供ができたらゆりかごにできると思ったのです。それで少女は小さな裸の足で歩いていきました。両足は冷たさのためとても赤く、また青くなっておりました。少女は古いエプロンの中にたくさんのマッチを入れ、手に一束持っていました。日がな一日、誰も少女から何も買いませんでした。わずか1円だって少女にあげるものはありませんでした。寒さと空腹で震えながら、少女は歩き回りました。まさに悲惨を絵に描いたようです。かわいそうな子。ひらひらと舞い降りる雪が少女の長くて金色の髪を覆いました。その髪は首の周りに美しくカールして下がっています。でももちろん少女はそんなことなんか考えていません。どの窓からもろうそくの輝きが広がり、ガチョウを焼いている美味しそうな香りがしました。ご存知のように、今日は大晦日です。そうです。少女は、そのことを考えていたのです。二つの家が、町の一角をなしていました。そのうち、片方が前にせり出しています。少女はそこに座って、小さくなりました。引き寄せた少女の小さな足は体にぴったりくっつきましたが、少女はどんどん寒くなっていきました。けれど、家に帰るなんて冒険はできません。マッチは全く売れていないし、たったの1円も持って帰れないからです。このまま帰ったら、きっとお父さんにぶたれてしまいます。それに家だって寒いんです。大きなひび割れだけは藁とボロ切れで塞いでいますが、上にあるものは風が音を立てて吹き込む天井だけなのですから。少女の小さな両手は冷たさのためにもうかじかんでおりました。ああ、束の中からマッチを取り出して壁に擦りつけて指を温めれば、それがたった一本のマッチでも少女はほっとできるでしょう。少女は一本取り出しました。シュッ。
なんという輝きでしょう。なんとよく燃えることでしょう。暖かく輝く炎で、上に手をかざすとまるでろうそくのようでした。素晴らしい光です。小さな少女にはまるで大きな鉄のストーブの前に実際に座っているようでした。そのストーブにはピカピカした真鍮の足があり、てっぺんには真鍮の飾りがついていました。その炎は周りに祝福を与えるように燃えました。いっぱいの喜びで満たすように炎は周りを温めます。少女は足も伸ばして温まろうとします。しかし小さな炎は消え、ストーブも消え失せました。残ったのは手の中の燃え尽きたマッチだけでした。少女はもう一本壁にこすりました。マッチは明るく燃え、その明かりが壁に当たったところはベールのように透け、部屋の中が見えました。テーブルの上には雪のように白いテーブルクロスが広げられ、その上には豪華な磁器が揃えてあり、焼かれたガチョウは美味しそうな湯気を上げ、その中にはリンゴと星プラムが詰められていました。さらに驚いたことには、ガチョウは皿の上からぴょんと飛び降りて、胸にナイフとフォークを刺したまま床の上をよろよろと歩いて、哀れな少女のところまでやってきたのです。ちょうどその時マッチが消え、熱く冷たくジメジメとした壁だけが残りました。少女はもう一本マッチを灯しました。すると少女は最高に大きなクリスマスツリーの下に座っていました。そのツリーは金持ち商人の家のガラス戸を通して見たことのあるものよりもずっと大きく、もっとたくさん飾り付けがしてありました。何千もの光が緑の枝の上で燃え、店のショーウィンドウの中で見たことがあるような楽しい色合いの絵が少女を見下ろしています。少女は両手をそちらへ伸ばして、その時マッチが消えました。クリスマスツリーの光は高く高く昇っていき、もう天国の星々のように見えました。そのうちの一つが流れ落ち、長い炎の尾となりました。今誰かが亡くなったんだわと少女は言いました。というのは、おばあさん、少女を愛したことのあるたった一人の人、今はもう亡きおばあさんがこんなことを言ったからです。星が一つ流れ落ちるとき、魂が一つ神様のところへと引き上げられるのよ。マッチをもう一本壁でこすりました。すると再び明るくなり、その光輝の中におばあさんが立っていました。とても明るく光を放ち、とても柔和で愛にあふれた表情をしていました。おばあちゃんと小さな子は大きな声を上げました。お願い、私を連れてって。マッチが燃え尽きたら、おばあちゃんも行ってしまう。あったかいストーブみたいに、美味しそうなガチョウみたいに、それから、
あの大きなクリスマスツリーみたいに。おばあちゃんも消えてしまう。少女は急いで一束のマッチをありったけ壁にこすりつけました。おばあさんにしっかりそばにいてほしかったからです。マッチの束はとてもまばゆい光を放ち、昼の光よりも明るいほどです。この時ほどおばあさんが美しく大きく見えたことはありません。おばあさんは少女をその腕の中に抱きました。二人は輝く光と喜びに包まれて、高く、とても高く飛び、やがてもはや寒くもなく空腹もなく心配もないところへ。神様の身元にいたのです。けれどあの街角には夜明けの冷え込む頃、かわいそうな少女が座っていました。バラのように頬を赤くし、口元には微笑みを浮かべ、壁にもたれて、古い一年の最後の夜に凍え死んでいたのです。その子は売り物のマッチをたくさん持ち、体を硬直させてそこに座っておりました。マッチのうちの一束は燃え尽きていました。あったかくしようと思ったんだなと人々は言いました。少女がどんなに美しいものを見たのかを考える人は誰一人いませんでした。少女が新しい年の喜びに満ち、おばあさんと一緒に素晴らしいところへ入っていったと想像する人は誰一人いなかったのです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。もうすぐクリスマスということで、ちょっといつもと違った動画を撮ってみたんですけど、まあ、朗読初挑戦ということで難しかったですね。でも皆さんが声がいいって褒めてくださったりとか、あと朗読してほしいみたいな声もあったので、まあ、今日挑戦できてすごく良かったです。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。というわけで皆さん良いクリスマスをお過ごしください。バイバイ。このまま帰ったらきっとお父さんにぶたれプステーブルの上には雪のように白いテーブルクロスがかわいそうな、かわいそう